浮かぶカフェ。浮かぶカフェ。二千二十年十月九日。こんばんは、ようこそ浮かぶカフェシーズンツーエ。カフェ店主の幸男です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり。面影みたいにぼんやり。 飛行船みたいにゆったりアイディアみたいにパッといろんなものが浮かぶことになっております少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます地上では不自由なあなたもここでは自由です重いもの硬いものは入り口で脱ぎ捨てて軽くなってお過ごしください今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けしますではごゆっくりお過ごしください もんとみこと富さんの「ぷかぷか温泉ひとりごと」えー、皆さんお元気ですか本日もぷかぷか温泉へご入稿誠ことにありがとうございますえー、すっかりね秋になりましたね 本当に今年は夏が暑くてですねすく長く続いてね急に涼しくなってねもうね人間もびっくりしてますけどね植物も虫も動物もねみんなびっくりしてんじゃないかなっていうね,ね変なね季節になりましたで、えー、前回ですね会社時代の話映画の話やら ね、上司に言われたことをお話ししましたがえっとねまた元に話が戻っちゃうんですけど <laughs> あのちょっと父のことをね話そうかなと思います。えっと僕のお父ちゃんはね、えー、も,うもちろん亡くなっていますけどあのー、まあ山口県ので生まれて山口県で育ちましたけど。 職業はね、ね。あの SL のまあ運転手ですよね、えー、長門機関区というところにね勤めてたんですけどだから僕もね子どもの時にですね止まっている機関車の運転席にね乗せてもらった記憶がありますねでそのお父ちゃんのね趣味は 写真でしたね。あの本当にだからあの普通の家庭にしてはですねものすごくねえっ、ー、と子供ものじ時代の写真が多いです。っていうのは、まあ、まあ父が写真を撮ってたってこともあるんですけどまあ、あの姉が一番ねまあ、やっぱり一番最初に生まれたってことで姉の写真がもちろん多いんですけどねえっとね写真をしてたんですよ。 であのもちろんねあの最初からうまかったわけではなくて本当に最初めの頃まで、ね、聞いたらフィルム代も高くてあのシャッターをねフィルム入れない状態でこうね押してこう勉強してたみたいですけどね、まあ、だんだんとですねえっ、ー、と写真を例えばあの写すようになって応募したりするようになったらです、ね、入選したりとかしてですね、えー、するようになったんですよ。で あのでここでね家族でねあることをしてたんです、まあ、父がね、えっと、こう写真をね点なんかに出す時に、えー、家族会議をするんですよ、うん、だから例えばね560枚の写真があってこの中で4枚だけ自分の好きな写真を選べまずね最初にでその中でまた4枚のうちから一番自分がいいと思う写真を選べとねでね そういうことをねその展覧会っていうか応募する時にですね毎回やってましたね、うん、であの家族まあ5人家族なんですけどねまあそれぞれが秘密でこう選ぶわけですよで最後にねこうね自分がどれを選んだかってうのを脱出す,するんですけどねもう本当にね不思議なんですけどね結構重なるんですよねうん。で それかどこをこうカットしてどこをこう,こう強調するかっていうのもねそれもね家族で話し合ってましたうんだから今思えばねなんかそれもこうなんか今につながるっていうか良いことだったなと思いますでそんなね父の写真がものすごくたくさんあって でねあのー、いい写真もたくさんあるので何とかしなくちゃいけないなってずっと思ってたんですよ。そしたらですね、えー、まあ写真集を出そうってことになってでまあ父の写真をもらってですね300枚か400枚ぐらいかなそれをこうあったんですけどそのうち100枚ぐらい選んで、えー、それで何とか。 しようと思ったんですけどそうしたらね父,父がねちょっと、あのー、誰かにね冒頭の文章を書いてほしいって言うんですよ。んんで、まあ、しゃあないからその友達の写真カメラマンにですね頼んで文章を書いてくれないかなって言ったらその条件としてですねでその300枚4 0 0枚の写真をね全部見せたんですよね。でその 100枚僕だから100枚選ぶだけでも1年ぐらいかかっちゃったんですけどでその写真家の人に頼んだらまた一からやり直しになってでもねあの本当にいい写真だって言ってもらってであの知り合いのデザイナーにも頼んで構成から全部やり直しをしてで僕もその時にマックを買って。 題題材というか題名をですねその入力する、まあ、その写真を作るにあたって安くするためにあの必要最低限のことは自分たちでした方がいいということで僕は文章っていうかその打ってでその英訳は先輩の方でワーナーに勤めてるワーナーの映画に勤めてる方がいらっしゃったのでその方に英訳を頼んで英語のかその題名について英語もつけてもらったりとかして。 結局ね2年か3年くらいかかりましたね出来上がりましたであの結構ねあの自画自賛じゃないんですけどいい作品ができて図書館認定図書にもなりましたねあの、まあ、宣伝じゃないですけどそんであのえっとね富士サロンだったかな東京のねとこから連絡が来て あのまあ写真展をするけど当社の写真を使わせてほしいっていうことがあってほんとにあの素人の中からあのアマチュアとして一人だけうちの父が選ばれてその写真展というのもね開催することができました、うん、でね、あのー、その父の写真のエピソードなんですけどねとにかくね、まあ、SL の写真も撮るんですけどねそのこってね やっぱり1時間に1分ぐらいしかね、あの、列車が来ないんですよね。で、そのね、シャッターチャンスを流さないためにですね、もう何時間も前から準備するんですけど、えー、っと、僕ね、僕と兄がね、2回ぐらい付き合いましたね。で、そ2回ぐらいしか付き合,付き合わなかったの2回でも,も,うもう、もういいっていうふうになったっていうのは、もう山に登ってですね、高い山に登って。 でそこに三脚を立てて1時間に1本しか通らない写真あの列車のためにずっと待ち続けるんですよもう本当にあのー、子供心にちょっと嫌になりましてあのー、もうこんなの絶対付き合いきれないと思ってでもまあある面そんな風にして出来上がった一枚なので今のねデジカメの時代とは違って。 本当にその時のこの状況が映されているので今思えば貴重な写真だなと思いますあの。何年か前にふるさとに大きな台風が来てそ,こまでそれまではほとんど風景が変わってなかったんですけどもう根こそぎ変わってしまって今となってはその写真集のおかげでその,その時の風景が残っているので父が撮った写真も 活かされていると思います、えー、北浦物語という写真集です、えー、その辺のね参院地方の国定公園のことをね僕らのことは北浦地区って言うんですよねその北浦っていうのを取って北浦物語といたしましたでは今日の物語はこれで終わりたいと思います 私もすぐにウェブ検索をしまして「トミさんのお父様の写真を見つけました」「素敵な写真集」「中の方まで見てみたいです」えー、そして番組ホームページの掲示板にトミさんのお父様が撮影した「トミさんご要償の右利きの素敵なお写真」を掲載しております。どうぞご覧ください 堀切勝博の「パリ子育て俳句散歩どうも皆さんこんにちは早いもので5回目になりましたけれどもいつも聞いていただいている皆さんどうもありがとうございますうちの子どもも9月の新学期からフランスの学校に通い始めて1ヶ月とちょっとが経ったんですけれども 最初はね、僕もかなり不安でしたが幸いなことに子どもは結構早く馴染んでくれて楽しくやってくれているようなので親としては一安心しているところなんですがとはいえとはいえ朝から夕方までずっとねフランス語で話しかけられたりしゃべることを要求されているのでちょっとねストレスもまだあると思うんですが。 まあそんな中でも毎日新しいフランス語を仕入れて帰ってきてくれるので、えー、頼もしいなと思っておりますご存知の方もいるかもしれませんがフランス語にはハヒフヘホの音がないんですね、えー、英語の H フランス語だとアッシュって言いますけれどもこの文字自体はあるんですがこれが音のレベルではハヒフヘホにならずに あいうえおになるので例えば本田さんは恩田さん橋本さんは足元さん高橋さんは高橋さんになります僕の名前にもハ行が入っていますので堀切は折り切り無種折り切りっていう風にフランスの人には呼ばれております 日本の有名なキティちゃん。キティちゃんはハローキティっていう風に呼ばれていますが、フランス人からするとエローキティ。ね、ちょっと意味が変わっちゃうんじゃないかと思いますが、エローキティっていう風に呼ばれております。まあ、こういうことが多分影響してなんだと思うんですが、先日子供と一緒に歯を磨いていたら、歯磨きのことをアミガキって言ってですね、このアッシュ、H の音を発音せずに、 歯磨きって言ってたので面白いなと思いましたねあのそういうふうなことは外国語としてフランス語をやっ,たやってる人間からすると思いもよらないんですけどもそうか今ひょっとすると世界からハヒフヘホがなくなっていくような世界にうちの子供は住んでるのかもなというふうに思った次第でございますどうでしょうか皆さんの世界から ハヒフフェホがなくなっても大丈夫ですか困りませんか悲しくありませんか楽しいですか面白そうだと思いますかどうでしょうね僕もあんまり考えたことなかったんですけれどもこのハヒフフェホはもともと日本語の歴史をたどっていくとファーフィフフェホフっていうふうに英語の F の音で発音されていたものなんですよねハ行はファフ,ィフフェファィェっていう風に、 発音していたので例えば皆さんの顔これは「フォっていうふうに発音していましたし下上の「上はウフェっていうふうに発音していましたなのでいわゆる歴史的仮名遣いっていう昔の仮名遣いの用法では「ウヘとか「カホっていうふうに「ハ行」で「お」とか「え」の音を書いていたっていうのはそういう理由があるんですがこれが平安時代も中期以降になってくると だだんだん和行と区別がつかなくなってきたので、えー、ものによっては、えー、和行に音が変わっていく例えば母親の母、ね「母」ねこれは両方「は」の音ですけどもこれが「はは」っていうふうに呼ばれるようになった時期もあったそうですただこれは父とか他にもね「じじ」とか同じ言葉を繰り返すっていうものが他の 男の人には使われますからやっぱりこれは同じ文字が繰り返された方がいいだろうっていうことで母に戻ったっていうどっちかっていうとレアケースなんですね、えー、そんなわけで日本語の中では漢語とかあとは外来語にはこのハヒフヘホはよく出てくるんですけど昔ながらの大和言葉にはそんなに多くはないんですねマイナーシーンの一つなんですけれどもなので もしかしたらハヒフヘホがなくなってもそんなに困らなくんないのかもしれないですけどどうでしょうかね僕らはそういう世界に住めないので想像をしてみるしかありませんが今日はこのハヒフヘホが逆にたくさん入った俳句を持ってきましたまずはこんな句でございます姉母に 妹母に放線化。姉母に、妹母に放線化。えー、この句には、姉母に、妹母に放線っということで、5個、は行の音が入っていますので、5H ですね。えー、鉛筆だったらかなり硬いですが、こちらの句は、坊城俊樹さんという有名な方の 有名なで西時期とかには必ず載っている句なんですがホウセンカというのは秋の初めに咲く花なんですけども、えー、花の汁がですね赤いんですねなのでそれをこうマニキュアみたいにして、えー、遊んだりしていたのでつま紅とかつまくれないっていう非常に女性的な異名を持っている花でもあります。 お姉さんが母親に似ている。妹も母親に似ている。自分はっていうことで、ある種女系の家族の中のアイデンティティからちょっと阻害されているようなね、そんな一末の寂しさも感じられる男性の句でございました。えー、今の句が5個覇行が入っていたので、ぜひね、6個以上の覇行が入っている句を探してみたんですが、これが見つからない。 なのでぜひリスナーの皆さんも探していただいてもしですね6個以上の舵行の入っている有名な句があったらぜひ教えてくださいこちらの浮かぶカフェまでぜひ教えてくださいね、えー、そんなわけでないなら作ってしまえということで自分で舵行のたくさん入った句を作ってみましたこんな句です 母そばのののの、えー、というのは水ならとか小ならみたいなどんぐりがなる雑木林の、ねえー、木でございます。これは昔ながらの短歌とか和歌にえ使われてきたいわゆる枕言葉で「母」っていう音にかかるんです。 ですがまあ俳句ではねあんまり枕言葉は使わないんですがこれは言葉の遊びなのでいいだろうということで母そばの母の「ほ」「は」「ば」にある周知ですからこれは何とかギリギリ 6H の俳句を作ってみました、えー、意味としてはそういう雑木林をお母さんと一緒に歩いているんですけども「終士」というのは秋の物思いのことを言う季語でございますお母さんの おそらく年老いたお母さんの歩幅にもそういう物思いの気配が漂うような散歩の経をちょっと読んでみました皆さんもこれを超える 7h もしくは 8h9h の俳句をぜひ作ってみてくださいあるいは探してみてくださいというわけで今日はお時間また次回お会いしましょうさようならははははは ひひの頬を見て母笑うでいいじゃんって思いましたけど全然俳句になってませんでした季語がありませんそして意味もわかりませんすいません、えー、どちらかといえばもはや寒い はい、皆様お元気でいらっしゃいますでしょうかはい、長谷川徹でございますヤンでございますねえ、もう東京はもはや寒いですもう寒いと言いましょうあのー、しかもですねまあ今自分は台風も近づいてきてましてですね非常に不安定な天気となっておりますはい、えー、もう8月とかはですね本当に暑くて暑くてもうこんなのとっとと終わっちまえばいいと思ってましたけれどもまあ、過ぎてしまうとね あれももはや懐かしいという非常に勝手なあ悲しい生き物でございますはいそんな中ヤンの歌声喫茶なんですけれども本日はあの覚えてらっしゃいますかね以前リアル浮かぶカフェと題しまして、あのー、浮かぶカフェの常連で集まって座談会みたいなことをさせていただいたと思うんですけれどもその時に、あのー、桐竹も富さん富さんがですね 歌詞を書いてそれに、えー、私が曲をつけるというコラボをやってみようっていうお話になりましてはいそれをですね急に急ですね本日ちょっとご披露させていただこうかなと思っておりますえっ、ー、とー歌詞が届いたのも本当に早くて <laughs> あのこのお話があった直後だったんですけども私がなんかこうまあなかなかこうもったいぶって つけられずにいたんですけれども本日急につけて、えー、つけさせていただきましたえっ、ー、とそうですねあのー、まあ方角という意味ではなかなか近いところに行くかもしれないですけども交わりのなかった2人のコラボレーションどんな感じになってるか、あのー、急ですね本当にあのー、記念というわけでも何でもないんですけれども勝手に、えー、ヤントミコラボ記念というふうに。 勝手に題しましてまあ題さなくてもいいんですけども2人の愛の結晶をですねご披露させていただきたいなと思っております是非楽しみに聴いてください「題名は今の自分を変えたい」 すぎる。「何もしなくても一日が終わる」「か今日は何か新しいことをい」 そして強く捕まらないと歩けない」「僕はあえて前を向いて歩くよ」「風のせいで前が見えないけれどそのむの向こう ありがとうございました、ね、まずこの歌詞なんですけどももうアチアチのあちじゃないですかあのー、もう情熱的というかねこう男らしいかっこいい言葉たちでしたよねもうそれの情熱に負けまいと私も情熱的な音楽をつけさせていただきましてあのーまあ、ちょっと荒々しく一発撮り的に、えー、撮らせていただきましたはい。 ね、こう何というか方角のこう細やかな世界で生きるトミさんですけどもこうした熱いものをうちに秘めているというのはなんか嬉しい感じですよね。こうとても感動しましたいつもの話しぶりとはまた違う,こう燃えるものを言葉の中に見させていただきましたありがとうございましたね面白いですよね他の人の歌詞に曲がつけるっていうのも。 あの、他の常連の方もちょっとね、やってみたいなという気持ちになりました。あるいは、他の人が曲をつけて僕が歌詞を書くとかでもいいですし、何かこうね、いろんなコラボの仕方、もしかしたらこの先もあるかもしれないんで、ちょっといろいろできたらなと思っております。はい。本日は、ヤントミコラボ記念スペシャルでございました。ありがとうございました。はい。で、まだまだ皆様からのリクエストもお待ちしております。これから秋になりますのでね、 あのまた違った言葉違った風景違ったリクエストあるんじゃないかなと思います芸術の秋ですからどうぞお気軽に、えー、送ってくださいませ、えー、よろしくお願いいたしますそれでは皆様、あのー、季節の変わり目ですけどもーお代わりだご自愛くださいませはいそれではまた次回お会いいたしましょう長谷川徹でしたやんでしたやんさん富さんのコラボ作品 あまりの情熱熱量に、えー、さっきまで寒かったんですけれども、なんかだんだん体温が上がってきました。ヤンさんへのリクエストは、浮かぶカフェアットジーメールドットコム、U K A B U C A F E アットジーメールドットコムまで歌ってほしい言葉や文、その他ヤンさんにチャレンジする素敵なお題をどしどしお寄せください。また番組へのご感想やご意見リクエストなどもお気軽に。 お寄せくださいそれでは「浮かぶカフェ」また次回のご来店をお待ちしております。